今全世界で注目されているロシアだけど、日本に対しても圧力をかけてきているよね。経済制裁に対しての報復だろうとも言われているな。まあ、今のロシアに日本に注意を向けられるほどの余裕があるのかは疑問だが。いろんな国に対して強気な発言をしているからね。現状、世界で一番孤立している国になりつつあるのかも。さて今回は、そんなロシア軍の動きを警戒してか、陸上自衛隊が北海道にも電子戦部隊を配備することについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年4月5日配信の FNN プライムオンラインで、陸上自衛隊の北海道東千歳駐屯地に、新たなネットワーク電子戦システムニュースを使用する、電子戦部隊を配備する方向で政府が検討しているとの報道があったんだけど、東千歳駐屯地には1981年から第一電子隊が配置されており、すでにニュースも配備済みなんだって。陸上自衛隊ではこれまでに東千歳駐屯地の他に、北海道では留萌、九州と沖縄においては長崎県相浦、熊本県県群、鹿児島県奄美、沖縄県では那覇と知念の各駐屯地及び分屯地に電子戦部隊を配備しており、これらを2022年3月17日付で陸上総隊直属部隊の電子作戦隊として新編成し、部隊本部機能のみを東京と練馬区の朝霞駐屯地に置いているよ。また、これらに加えて2022年度中には新潟県の高田駐屯地、鳥取県の米子駐屯地、鹿児島県の川内駐屯地、長崎県の対馬駐屯地、そして日本で最も台湾に近い沖縄県の与那国島にある与那国駐屯地にも、2023年までにはニュースが配備される予定とされているみたい。なお、与那国駐屯地には、航空自衛隊の移動警戒隊が交代制で配置されているが、2022年からは常駐化させるとしており、中国本土方面から飛来する中国軍機などに対する緊急発進に対応するとしているぜ。この陸上自衛隊が整備を進めているネットワーク電子戦システムネットワークエレクトロニックウォーフェアシステムとは、これまでの電子戦システムの後継として防衛装備庁が開発し、三菱電機と NEC が制作している電子戦システムで、電波の収集分析を行うとともに、相手方の通信電子活動を妨害して味方の作戦遂行を有利に進めるためのシステムのことなんだ。このニュース以前の陸上自衛隊の電子戦システムは東西冷戦時代に開発、装備されていたんだけど、ソビエト連邦の崩壊による東西冷戦終結後の世界的な軍縮傾向を受けて、配備先は東千歳駐屯地の第一電子隊のみとなっていたってわけ。2003年にアメリカ軍において、工事の情報ネットワークを用いて情報を伝達共有することにより、作戦上における意思決定を迅速化するとともに戦力の運用を効率的に行うことを目的とした、ネットワーク中心の戦いネットワークセントリックウォーフェア NCW との革新的な軍事コンセプトが立ち上がったことを受けて、防衛省内においても電子戦の重要性が高まったんだよね。その流れから NCW コンセプトに基づく CUI システムの整備と、それに伴う通信の質と量の増大と重要性に加えて、敵の通信を監視妨害する電子戦装備の重要性が認識されるようになり、電子戦システムの損耗更新、及び敵が発信する電波をより効率的に妨害することを目的としてニュースの開発が2010年から始まり、試験を重ねた上で2019年から量産、配備が開始されていたよ。それまでの電子戦システムでは、電波収集と分析を担当するシステムと、敵の電波を妨害するシステムがそれぞれ個別に開発されていたものを、ニュースにおいては技術の進歩によるシステムの小型化と搭載する車両の機動力が進化したこと、開発ライフサイクルが短縮されコストが低減されたことなどにより、電波収集分析機能と妨害機能が一体化された他に、旧システムでは不可能であった車両移動中の電波収集が一部の電子戦装置を除いて可能となっているぜ。ニュースのシステム構成については、あらゆる周波数帯の電波収集及び妨害を実施するための電子戦装置があり、それぞれの電子戦装置が収集した情報の処理分析して妨害を実行する装置に指示を出す指揮統制装置に、システム同士の連結の統制を担当する電子戦統制装置などによって構成されているよ。電子戦については一般的に分けて電子攻撃、電子防護、電子戦支援の3つがあり、電子攻撃とは相手の通信機器やレーダーから発信される電波を妨害して無効化することを指し、電子防護は装備品をステルス化して探知を防ぐ、あるいは通信機器やレーダーが電子攻撃を受けた際、使用電磁波の周波数変更や、出力増加などで相手の電子攻撃を低減、無効化することであり、電子戦支援は相手の使用する電磁波に関する情報を収集することを指すよ。ニュースのそれぞれの電子装置は、3つの目的に合わせた多種多様なアンテナレドームが搭載されていて、
異なる周波数の電波や発信源に対応しており、陸自衛隊における装置の名称は電子線統制装置、電子線装置I 型、電子線装置2型、電子線装置3型、電子線装置4型 A、電子線装置4型 B とされ、装置ごとに車両に搭載されて移動可能となっているため有事の際の生存性が高いものとなっているんだ。電子線について世界でも先進を行くのはロシア軍で、北方領土を含むクリール諸島千島列島においても上陸作戦への防御に加えて、太平洋艦隊の太平洋進出と戦略ミサイル原潜の活動域であるオホーツク海を聖域とするために、強力な電子線装置を展開して要塞化しているとみられているよ。ロシア軍はジョージアなどへの侵攻、あるいはシリア内戦などの他に、2014年にウクライナのクリミア半島に侵攻した際に鮮やかな電子線とサイバー線を展開した実績があるんだ。クリミアではロシア軍によってウクライナ軍の無線通信が妨害され、司令部と前線の連絡に携帯電話を使わざるを得なくなったウクライナ軍兵士の携帯にロシア軍がメールなどで虚偽指令を送信し、誘導された部隊を待ち伏せして集中的に攻撃を加えることでウクライナ軍に壊滅的な被害を与えたんだって。この際に使用された電子線装置オルラン銃やレール3については、北方領土に配備されていることが確認されていて、自衛隊としてはこれらについての対策を講じる必要があるとされているよ。しかしながら、電子線に長けているとされたロシア軍が、この度のウクライナ侵略ではウクライナ軍によって逆に電子線を仕掛けられていて、ミサイルによる軍事移設攻撃が不十分であったり、無線を傍受されて待ち伏せを食らい甚大な被害を出しているほか、召喚級の指揮官が多数戦死させられたりしているのはなんとも皮肉な話だよな。多くの軍事評論家はこのことについて、2014年のクリミア侵攻があまりにうまくいきすぎ、ウクライナ軍を甘く見ていたロシア軍の油断に他ならないと指摘した上で、ウクライナ軍においては2014年の失敗を反省、分析した上で対策を講じていたのであろうとの見解を示しているんだ。今回のウクライナ侵略においては、ロシア軍が首都キーウに迫った部隊を撤退させるなどウクライナ軍の前線が伝えられているんだけど、ウクライナ軍の内部情報部隊配置や指揮官名などは全く伝わっておらず、ウクライナ軍がロシア軍の電子戦への対応をどのようにして堅固なものにしたかについて情報収集を急ぐ必要があるんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、水族館についてだよ。水族館って確か美味しそうな魚がいっぱいいるとこだよね。食べようとするなよ。まあ、魚がいるところは合ってるね。本題に入るけど、水族館に行くと大体サメがいるよね。でも、なんで他の魚たちがいるのに、食べないのかな？と思ったことあるかな？確かに海に行けば魚食べてるもんな。なんでだ？理由は簡単なことなんだ。食を満たすための行為だからなんだよね。お腹が減っていたらどんなに美味しそうな獲物が来ても食べないってこと？そうだね。人みたいに食事を楽しむこともなく、生きているために食べているから、お腹が空いていない限り食べないんだ。僕だったら、お腹が空いていなくてもアイスとかお菓子とか食べちゃうよ。それは君だけだろ。でも絶対食べないことはないらしく、小さい魚は食べられることもあるそうだよ。だから職員さんたちが数を見ながら、補填しているらしいんだ。結局食べるんかい。やっぱり、我慢できない時もあるんだね。そうみたい。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てくれよな。またね。バイバイ。See you。またね。バイバイ。See 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 you。Thank you.
2022年になって、対中国への牽制の意味もあるのか、海上自衛隊とアメリカ海軍が様々な共同訓練を実施しているよね。その中でも特に注目を集めたのが対戦線を想定したヘリコプター共同訓練なんだよね。SH-60K と MH-60R がタッグを組み、日本とアメリカの連携を確認して、さながら実戦想定の訓練を行ったと言われているやつだな。一部の情報では、実際に魚雷を使用した訓練を行ったとも言われている今回の訓練、今後の日本の防衛にどのように活かされるか期待しているところだよ。さて今回は、海上自衛隊とアメリカ海軍対戦線共同訓練の模様を詳しく紹介していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊によると、今回の共同訓練については2022年3月11日のプレスリリースで、その内容の一部が明らかにされているよ。その内容によると、2022年3月8日と10日に相模湾にて、アメリカ海軍との初めての共同対戦水艦 ASW 訓練を実施したことを明らかにし、その目的として日米安保条約に基づく相互協力の基礎を確認することと、抑止力及び対処能力を強化するものとして、海上自衛隊とアメリカ海軍との相互運用性の向上を図ることとされているんだ。訓練には、海上自衛隊厚木航空基地に所属する実験航空部隊である第51航空隊、第513飛行隊の SH-60K 哨戒ヘリコプターが参加し、アメリカ海軍も厚木海軍航空基地に所属する第77ヘリコプター海洋打撃飛行隊と、第51ヘリコプター海洋打撃飛行隊の MH-60R シーホーク対戦哨戒ヘリコプターが参加したみたい。訓練の内容で注目すべきは、アメリカ海軍の MH-60R シーホークに、海上自衛隊が運用する魚雷を搭載して海面に投下するというもので、ヘリコプターから海面に落とされた訓練用魚雷は海上自衛隊横須賀基地に所属する、輸送艦2号が回収するというルーティンで行われたんだ。相模湾で訓練が行われたのはもちろん初めてで、アメリカ海軍太平洋艦隊では対戦哨戒ヘリコプターによる魚雷投下訓練は、アメリカ本土西海岸のサンディエゴ基地周辺で実施されているため、国外でも初めての実施となったし、ましてや海上自衛隊と共同訓練を行ったのも、今回初めてであったことから、初めて尽くしの訓練となったよ。そして、公表されている訓練目的をもう一度確認してみると、海上自衛隊とアメリカ海軍の対戦哨戒ヘリコプターを用いての共同 ASW 訓練とされているよ。実際に訓練の風景を目撃した関係者によると、海上自衛隊の SH-60K 哨戒ヘリコプターは航空支援を担当していて、訓練用の12式単魚雷と思われる魚雷を投下したのは、アメリカ海軍 HSM-77 の MH-60R であることから、MH-60R での12式単魚雷の運用試験も行ったのではないかと思われるね。さらに、アメリカ海軍と海上自衛隊の武器弾薬の共通運用を確認する意味もあったと思われるんだ。アメリカ海軍と海上自衛隊が、武器弾薬を共通運用するとき、それは有事があったときにしかありえないぜ。アメリカがウクライナに弾薬を送るからお前の持ち分よこせ、とは言えないだろうし、日本はそれに応じる義務はないからね。でも、尖閣諸島に中国が侵攻してきたとき、これは日米安保条約の中で、日本とアメリカは共同で日本領土の防衛を行うことになり、武器弾薬も融通しながら侵略者に向かって対抗することになるな。まあ、尖閣諸島を日米安保条約の対象地域に含むかという部分は、アメリカも玉虫色の話しかしていないので不安要素は残るが、いずれにせよ、アメリカと日本は共同作戦を行うことがあり、そのためには様々な運用面の連携を高めておくことが欠かせないというわけだな。そもそも、日本とアメリカの兵器や武器弾薬は、日米安保条約を考慮して共用運用ができるように考慮されているよ。今回の共同訓練を行った海上自衛隊の SH-60K とアメリカ海軍の MH-60R は、どちらもアメリカのシコルスキーエアクラフト社製の SH-60 シーホークを原型として開発されたもので、さらにその原型をたどれば同じシコルスキーエアクラフト社の汎用ヘリコプター UH-60 ブラックホークとなっているよ。この UH-60 ブラックホークはアメリカ陸軍が1979年に導入した多目的ヘリコプターだけど、様々な任務に対応できる汎用力を持っており、そのこともあって派生型が数多く開発されているんだ。実際、アメリカ海軍や日本の自衛隊だけでなく、オーストラリア、台湾、コロンビア、メキシコ、イスラエル、トルコ、アラブ首長国連邦などで導入、運用されている実績はあるよ。それだけ、
性能に優れたヘリコプターであることは事実で、おまけに今回の共同訓練で魚雷投下もできることが分かった時点で、さらに能力を誇示することができたとの見方もあるね。そして、海上自衛隊の SH-60K は、シコルスキーエアクラフト社の SH-60B に防衛省技術研究本部が開発したシステムを搭載し、三菱重工業社がライセンス生産した SH-60J をもとに、再設計された哨戒ヘリコプターとして運用されているんだ。今回のリブランド機は、2005年8月10日から運用されているもので、近代改装が行われていることから、まさに最新鋭のヘリコプターとして仕上がっているよ。基本的な外形は、SH-60J を踏襲しているんだけど、SH-60J はキャビンの天井が低いため作戦用機材を搭載した場合に、作業がしづらくなるという欠点が現場から寄せられていたこともあり、それを解消するためにキャビンを前方に 33cm 延長、天井高を 15cm 高くしたほか、胴体右側の扉の開口部を拡大することで、捜索救難や輸送の際の作業がしやすくなり、さらに用途が増えたってわけ。そして、注目すべきは対戦能力の向上でもあるんだ。リブランド機になり、対戦関連のセンサー類が一新されたんだけど、その際に逆合成開口レーダー ISAR 機能を導入した HPS-105B や、吊り下げ式ソナーとして海傘天井機構を導入して、低周波化した HQS-104 を正式採用するとともに、射出投下したその部位の音響信号を解析する機能も強化されているみたい。また、磁気探知機 MAD として最新技術が惜しげもなく投入された ANAS981 が搭載されているよ。兵装も、SH-60J ではマーク46魚雷と74式機関銃のみであったものが、SH-60K ではこれらに加えて97式、12式単魚雷の他に対戦爆弾や、AGM-114M ヘルファイア2空対艦ミサイルの搭載が可能となったことで、地対空、空対艦、地対戦、空対空などの様々な戦場において対応することが可能となっているな。これを知った、中国の軍事関係者は中国空軍のヘリコプターの装備を見直し、日本に対抗するように性能強化を命じたとも言われているぜ。一方、アメリカ海軍の MH-60R は機上音響信号処理装置として、新型の ANUIS-2EMSP が採用され、吊り下げ式ソナーとその V 8機から同時に収集された情報の同時処理が可能となったよ。吊り下げ式ソナーには、低周波の ANAQS-22 フラッシュが採用され、その V 発射機も新型となった上に、ANAPS-147 合成開口レーダーが新規採用され、電波探知装置 ESM には ANALQ-210 を搭載するなど、自衛隊機以上の能力を有する機体に仕上がっているんだ。これだけの情報を見ると、アメリカ海軍も海上自衛隊も、高性能な対戦哨戒ヘリコプターの運用を行うことにより、対戦水艦戦能力の高さは世界でもトップクラスの能力を秘めていることがわかるよね。ちなみに、対戦哨戒ヘリコプターの ASW において敵潜水艦を探知する方法はいくつかあり、まず一つには敵潜水艦が潜んでいると思われるポイント上空に到達した後、ホバリングをしながら吊り下げ式ソナーを下ろし、音波を発信するアクティブモードで探索する方法が一般的だね。もしソナーに反応がなかったら、別のポイントに移動して同じ作業を繰り返すのと並行して、母艦にデータを送信して敵潜水艦が潜んでいる位置を正確に割り出す作業を行うよ。また、もう一つはその部位と呼ばれるコンパクトなポジティブソナーを多数投下し、敵潜水艦が発するエンジン音、スクリュー音などを探知したその部位が送信したデータを分析し、敵潜水艦の艦首や位置を割り出す方法も並行して行われることがあるってわけ。これらに加えて、海上自衛隊の SH-60K に搭載された磁気探知装置 MAD が、大きな威力を発揮することが期待されているよ。具体的には、装置を機体から吊り下げた状態で飛行しながら、敵潜水艦の艦体から発する磁気を探知させるもので、これらの方法は固定翼対戦哨戒機の P3C や P1 などでも同じだね。このように、敵潜水艦を探知し位置を割り出したら攻撃を行うことになるんだけど、敵艦を確実に撃沈する場合には魚雷攻撃を実施することになるってわけ。この時、自衛隊が使用するのは日本の独自開発により開発された12式単魚雷なんだ。これは、防衛省技術研究本部と三菱重工業社が開発し、2012年に正式採用されたものだけど、それまで使用されていた97式単魚雷の深海域対処能力に加え、沿岸海域での運用も視野に入れて開発されているんだ。深海域では、海水の塩分濃度や水温、海流、
海底地形などが複雑なために、正確に目標に到達させる能力を高める必要があったみたい。そのため12式単魚雷では、旋回域でも対応できる新型の高帯域音響振動子アレイが用いられ、さらに沈底潜水艦探知用のサイドスキャンソナーと磁気センサーが追加されたことで、誘導部の残響処理など信号処理能力を向上させることに成功したよ。このことで、日本の沿岸部や諸島部の浅瀬に潜んでいる敵潜水艦をいち早く探知することができるようになり、さらには発見時に速やかに攻撃して撃退する攻撃能力を一度に手に入れることができたってわけ。ここまでの能力を有することができれば、あとは訓練により連動を高めることが必要だね。今までの訓練だけでなく、今回の共同訓練のように、様々な技術や経験を積む機会を設けることで、連動をどんどん上げることも必要だな。特に、共同訓練を行うことはアメリカとの共同戦線を誇示することにつながるから、中国やロシア、北朝鮮に対して、日本に手を出すとアメリカが黙っていないとアピールすることにつながるぜ。まあ、実際にアメリカがそこまで日本のために戦ってくれるのかどうかは不安だが、アメリカだって日本の高性能魚雷を手に入れることができるなど、メリットは少なくないな。日本としては、独力で国土を守る能力と、アメリカと共同で作戦行動を行えるポテンシャル、この二つを周辺国に継続してアピールしていくことが必要なのだろうと思うよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。鹿児島県西之表市の馬毛島に自衛隊基地を整備し、米軍艦載機の陸上空母離着陸訓練 FCLP を移転させる計画に反対を訴えるデモが、2021年3月27日に起きたことを、みんなは知っているかな？デモ隊は東京都市ヶ谷の防衛省周辺1キロを約70人が練り歩いて規制を上げながら行進していたな。基地の移設計画をめぐり、首都圏で反対デモが催されるのは初めてだったよね。まあ現地民からすると色々と事情があるだろうから、仕方ないといえば仕方ないのかも。そうだね。さて今回はそんな馬毛島の自衛隊基地設立に対する反対運動などについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今回のデモは、首都圏で基地反対運動を展開する市民団体が主催したものだよ。反対運動を全国に広げる狙いから、都心を実施場所に選んだと関係者は言っているみたい。埼玉県のイラストレーターの52歳男性は、現地住民の意思より日米関係を優先する政府の姿勢に憤りを感じて参加し、東京では馬毛島の名前すら知らない人が多い。デモは移転問題を知ってもらういい機会だと話していたらしいね。確かに日本の軍事関係に興味がない人にとって、馬毛島は認知度の低い島になっちゃうかもね。でも当日、集会も都内で開かれ、西之表市の反対団体の三宅公人会長が講演し、隣の種子島は畜産が盛んで、騒音の牛への影響が懸念されるなどと、市民の危機感を参加者に対して説明したよ。既存の産業に影響が出る可能性があるとなれば、それに携わる人々は気が気じゃないよな。死活問題にもなりうるからこそのデモだと思うぜ。現在、防衛省が進めている自衛隊と米軍での訓練島として馬毛島が候補となり、買収が決まっているね。建設前に島の条件を調査することは必須であるため、ボーリング調査を行っているんだけど、それに対して種子島漁協が一点同意へと変わり、その真相を確かめたよ。防衛省は浦添孫三郎組合長名義の同意書を受け取っていたことが11日に判明し、同省は同意書提出を受け、塩田康和氏鹿児島県知事への許可申請の手続きに入る見通しだね。その一方で漁協内では同意形成が不透明との反発の声が上がっており順調に話が進んでいるわけではないんだよ。南日本新聞の取材に対し、浦添組合長が同意した判断理由について、すべては14日に会見して説明するといい。明確な回答はなかったみたいで、理事会は同月3日に開かれ、理事6人、幹事3人が出席し、その後、同月9日に防衛省は同意書を受け取っていたらしい。防衛省の発表によると、許可申請は岩礁破砕、海底土地使用、海底土地土石採取の3点であったみたい。いずれも漁協の同意書が必要であるため、土地使用と土石採取は、賛否に関わらず市の意見書を添付しなければならないんだ。つまり最終的な調査の可否は当地の知事の判断となるわけだね。理事会は、トコブ資料の優先漁業権を持つ西之表地区の小組合長に電話で調査受け入れ同意を伝えたけど、勝手に決められた受け入れに対して傾いた判断理由は示さなかったよ。防衛省が漁業関係者に説明会を行った際、
西之表地区の出席者の大多数が反対したことを受けて昨年5月末、浦添組合長は現時点で漁場に及ぼす悪影響が図れないと話した上で、基地計画全体について全組合員に説明、意見を出してもらった後、総会で調査受け入れの是非を図ると回答したんだ。理事会が今回同意したことについて、西之表地区の組合員からは理事会の判断は手続きとしておかしいと反発の声が多数出ているようだね。当然ながら同地区の小組合長は、同意を決めた理事会の会議録を求めて、どのようなプロセスで合意を決めたのか確かめた後、地区の組合員で今後の対応を協議することになると思うと異論とも思える発言をしたよ。防衛省のこれまでの説明では、ボーリング調査は海上自衛隊及び米軍の艦艇が経由する港湾や工事用の仮設桟橋、揚陸用施設を作るために実施すると言っていたんだ。内容としては島の東海岸39カ所で計画し、水深1メートル未満1カ所、水深1から17メートル29カ所、水深17メートル以上9カ所が対象となっていて、そのうち30カ所が島中部の横瀬と呼ばれる港漁場に集中しているため漁業組合は納得できないってわけ。地区産業のみならず、漁業にも影響が出そうだね。基地の設立はそこの産業にいろんな影響を及ぼすことを理解して、しっかり補填してあげないといけないよ。防衛省は当初、7月中旬から3月末まで実施したい意向を示しており、調査期間は半年、費用は5億円程度が見積もられているぜ。西之表市は、防衛省が自衛隊基地建設と、米軍空母艦載機陸上離着陸訓練 FCLP 移転計画の候補地として土地買収を進める馬毛島で、不動産鑑定評価調査を行い、2021年度中に実施予定の馬毛島活動計画のうち、8月上旬の青少年体験活動に続き、入島を許可されたね。このプロジェクトは3年に一度の固定資産の評価外に伴う調査であり、西之表市が1月、行政事務の一環として、本年度中の実施を防衛省に申し入れていたみたい。不動産鑑定評価調査には不動産鑑定士2人と市税務課、財産管理課の職員8人が参加し、当日の午前8時半、猶予船で西之表港を出発し、そこで民有地に地点と、私有地の旧馬毛島小中学校跡地の計算地点を調べ、翌日午前中に西之表港に戻ってきたらしいよ。同市は、残る樹木伐採届や市史編纂文化財に関する調査の実施についても、防衛省と調整を進める予定だけど、こうして自然が破壊されていくのは防衛のためといっても本当に惜しいものだね。人間の都合で森林伐採されるのは色々と思うところはあるけど、しっかり有効活用してもらいたいね。港湾施設の海上工事、設置運用に起因する漁業権の制限または消滅に伴い、漁業経営上被った損失を国が保証するようになっているとはいえ、お金をもらえばいいというものでもないと個人的には思うからね。漁師への保証をしても地球の環境破壊の保証は絶対にできないのだから、そこまでして海洋汚染を進めようとする防衛省に対してデモを起こすのは当然の成り行きだろうな。また、米軍も再編されるということに対してもメリットデメリットがあり、住民の方々は困惑しているに違いないよ。だよね。これまでの生活を変えられることになるのは間違いないのだから、精神的ストレスになってしまうことを少しでも軽減してくれることを願いたいよ。自衛隊や米軍が移転してきたら、様々な施設や公園などの整備改修なども行われるだろうし、犯罪も少なからず増えるというのも受け入れなければならないからね。悪いことが起きる前のリスクコントロールをしっかりとやらなければ大事件になることもあるから、その時にダメージリカバリーをどれだけできるかが防衛省の信頼を失うかどうかの鍵となるだろうね。当然ながら基地が建設されれば隊員も移動しなければならないし、宿舎は種ヶ島に建設予定だけど、自衛官の運命とはそういうものなんだろうね。これから日本を守るために想定された訓練が馬毛島で行われることが未来の平和につながることを祈るばかりだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、世界的にも有名な甲羅についてだよ。夏場にキンキンに冷えた甲羅を飲むとめちゃくちゃうまいよな。そうだね。その甲羅なんだけど、みんなは子供の時に、甲羅を飲みすぎると骨が溶けるということを聞いたことがあるかな？あるある。だから僕怖くて甲羅飲めなくなっちゃったもん。俺は歯が溶けるって聞いたぜ。でも、そんなの嘘だろと思っていたから気にしてもなかったぜ。やっぱり嘘だと思うよね。だけど、結論から言えば、本当に溶けるそうなんだ。やっぱりヤバいやつやん。怖すぎる。じゃ解説していくね。人間の歯や骨は主にカルシウムやマグネシウムからできており、
カルシウムやマグネシウムは酸に反応して溶ける性質を持っているそうなんだ。そして、甲羅には酸味料が含まれていて酸性の飲み物であることから、歯や骨を溶かしてしまうんだよね。実際に実験してみたところ、食べ終わった魚の骨や抜けた自分の歯を甲羅に長時間浸しておくと、溶けてしまったんだよね。やっぱり怖い。こんなに恐ろしいものだとは、でも安心してほしいんだ。普通に考えれば甲羅が体内の骨に触れる機会なんてないよね。また、長時間浸すことによって溶けるだけであり、口の中も一瞬で通過していくため、飲んだからといって歯が溶けることはないんだよ。仮に口の中で長く味わって飲み込んでも、一日中口の中に甲羅を溜めておくことはないだろうし、唾液には甲羅の酸を中和する作用があるそうなんだ。なんだ、さすがの俺もビビったが、安心ならこれからも美味しくいただくとするか。本当に何もなくてよかったよ。今まで飲んだなかった分、いっぱい飲むぞ。みんなも甲羅を飲むときは、この豆知識を披露してみてね。それじゃあ今日の動画は終わりだよ。また明日も見てね。